No one gets close to me. Black memory どうなったっていまだわからない世界で滲む。皆さんこんにちは、ジェイソン・オリゴビルだ。ひろげだ。はい、今回はサムネイルと動画のタイトルの通りついに変えました。何かを見せます。それがこちら。ゲッゲリアップゲッゲゲリアップゲッゲリアップゲッゲゲリアップゲッゲリアップゲッゲゲリアップ。トイザラス限定ブラックフライデーレゴハッピーバッグです。はい、ついにブラックフライデー限定トイザラスレゴハッピーバッグを変えました。めっちゃめちゃ嬉しいです。ちなみに2年前に1回発売されたんですけど、その時はまあちょっといろいろあって買えませんでした。で、今回は絶対手に入れたいと思って朝の5時に起きて朝の7時にトイザラスに並びました。めちゃくちゃ足痛かったです。はい。で、今回はこちらのハッピーバッグ以外にブラックフライデーで半額されているレゴを買いましたので、こちらも紹介していきます。ちなみに全部で4種類か5種類あったんですけど、僕はそのうちの2種類を買いました。まず1個目はこちら。はい、こちらレゴスピードチャンピオンマクラーレン、エルバっていうのかな。まあ、とりあえずレゴスピードチャンピオンのマクラーレンを買いました。こちらはなんと半額の1360円で売ってました。そしてもう一個買ったのがこちら。はい、こちらレゴシティポリスヘリコプターの追跡です。はい、こちらもマクラーレンと一緒で1360円で売ってました。ちなみにこのレゴシティなんですけど、何気に欲しかったものです。このマグネット機能、これがどんなのかがすごく気になったので買いました。今回のブラックフライデーセール、割とレゴ少なかったです。はい、お待たせしました。ここからはブラックフライデー限定レゴハッピーバッグを開けます。ちなみにトイザラスのブラックフライデーのハッピーバッグって結構微妙だったりする時もあるんですけど、今年はどうなんだろうと思います。ちなみに2年前はなんか聞くところによるとめちゃくちゃハズレだったらしいので、今回はもうハズレじゃないことを祈ります。で、僕はこのハッピーバッグに何が入ってたら嬉しいかというと、持っていないレゴスーパーマリオとレゴスターウォーズとレゴクリエイターです。ちなみにこのハッピーバッグなんですけど、合計1万円相当のレゴが入ってます。とりあえず第一の目標とするのであれば元は取りたいです。では開けます。中見る感じ、結構でかい箱が1個入ってます。とりあえずめちゃくちゃ気になるでかいやつから見せます。まず1個目はこちら。よっと、あー、ミニオンズだ。おー、はい、一番でかいものはこちらのミニオンズが入ってました。うわ、めちゃめちゃ嬉しい。最近コンビニ限定レゴミニキットでミニオンズが出たのでめちゃめちゃ嬉しいです。はい、1個目はミニオンたちのカンフーバトルが入ってました。じゃあ次は、これ結構なんか横に長い。じゃあこれにしよう。では2個目はこちら。ちょっと、おー、モンキーキットだ。おー、はい、2個目はレゴモンキーキットが入ってました。でも僕モンキーキットは全くわからないので、どうしようかな。いや、でも入ってるだけでめちゃめちゃ嬉しいです。はい、2個目はレゴモンキーキットが入ってました。では3つ目は、もう箱がない。中にミニフィグのパック、あれ2つしか入ってません。やばいな。僕が当てたやつって、いわゆる、微妙だったりして。うーわ、マジか。では、残りは一気に見せます。せーので、ちょっと、おー、うわ、マジか。はい、中に入ってたのは、レゴスーパーマリオキャラクターパック2と、ミニフィグシリーズ21が入ってました。うわ、残り2つがこれなんで、なんかすごい微妙だな。はい、トイザラス限定ブラックフライデーレゴハッピーバッグの中身はこちらです。はっきり言います。めっちゃくちゃ、微妙です。はい。いや、もうこれ今後、どうしようかな。もう、買うのやめようかな。今回の中身がめちゃくちゃ微妙だったので、おそらく今後も微妙になるんじゃないかなって思います。じゃあせっかくなんで、レゴミニフィグ21と、レゴスーパーマリオキャラクターパック2を開けます。はい、それでは開けます。ちなみにキャラクターパック2については、もう全部コンプリートしてるので、強いて欲しいのならば、コトンが欲しいです。ミニフィグ21については、できたら持っていないのが欲しいです。じゃあまずはミニフィグ21から開けます。いただきます。せーの、デッド。おー、
これ持ってないやつだ。これなんだろう。テントウムシだ。おお、やったー。はい、ミニフィグ21はテントウムシが出ました。うわ、これは嬉しいな。じゃあもう一気に組み立てます。あ、テントウムシはリバーシブルフェイスとなってます。あ、羽つけるの忘れてました。目を取り付けて、頭つけて、ヘルメットをつければ、おお、すごい。台座に乗せて、手に葉っぱつけて、付属のテントウムシのタイルパーツをつければ、はい、完成しました。全体はこのようになってます。僕もミニフィグのパックを開けたのがめちゃくちゃ久しぶりなので、これはこれですごい良かったです。ではレゴスーパーマリオキャラクターパック2を開けます。狙いはもうほんとコトンです。もうそれ以外はもう2体以上持ってるので、1体しか持ってないコトンが欲しい。せーの、デッド。うん、あー、これはあれだ、骨クリボーだ。まあ、ちょっと待って、これ前回のクリボーの呪い適用されてるような。うわ、マジか。はい、今回は骨クリボーが出ました。これは動画外で作っておきます。はい、ということで、トイザラス限定ブラックフライデーレゴハッピーバッグを開けてみました。個人的に今回のハッピーバッグはめちゃくちゃ微妙でした。この2つはすごい嬉しかったんですけど、あとの2個がまさかのキャラクターバッグだったので、めちゃくちゃ微妙でした。そうそう、言い忘れてたんですけど、今回ハッピーバッグなんですけど、選ばせてくれませんでした。もう人混みがすごい多かったので、店員さんがランダムに渡して、はいどうぞ、みたいな感じでもらったんで、いや、さすがに僕も、まぁ、ちょっと選びたかったな、って思います。で、今後はブラックフライデーのレゴハッピーバッグは多分買わないと思います。今年のハッピーバッグが微妙だったんで、おそらく今後のハッピーバッグは絶対今年レベルに微妙なんじゃないかなって思います。で、まあ僕が期待するとなったら、正月に発売されるレゴハッピーバッグほぼ当たりなので、あれに期待します。ハッピーバッグ自体は微妙だったんですけど、レゴスピードチャンピオンとレゴシティのこの2つはめちゃくちゃ良かったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。